んにちは、シカです。シカチャンネルご視聴いただきありがとうございます。先ほどですね、ストッキのチアが届きましたのでご紹介したいと思います。今回、ストッキのチェアを買うきっかけとなったのがですね、友人が同じものを使っていて、これはすごくいいよと勧められて今回私も購入してみました。ストッキというブランドについてなんですけれども、ノルウェーのブランドでして、主に、子供用品のね、製造生産、デザインしている会社でして、約40年間のね、歴史があって、おそらくね、ご存知の方も多いかと思います。で、今回このストッケの、トリップトラップというチェアは何がすごいかと言いますと、本当にね、新生児から、小学校に上がるぐらいまでね、ずっと使えるチェアとなりますので、延長保証で7年間まで、保証をつけることが可能です。別売りになるんですけれども、新生児のチェアだったりとかクッションとか、あと、トレーとかですね、別売りにもありますので、もし必要な方がいらっしゃいましたら、ぜひね、チェックしてみてください。で、今回ですね、私はAmazonで購入したんですけれども、だいたい3万円ちょっとですね、税込み で、この間ララポートに行った時に確か3万8000円だったと思うんですね。ですので、Amazon で購入した方がお得です。はい、今からですね、ちょっと組み立てをしてみたいと思いますので、組み立てでね、どれぐらい時間かかるかちょっと測ってみたいと思います。ではですね、早速始めていきましょう。 Let's get started。 でですね、以前使用していたベビーチェアはコサプのね、ものを使用していまして、ついでにね、ちょっとご紹介したいと思います。前にですね、コサットのおむつ替え台もご紹介したことがあると思いますので、よかったらね、そちらの方もご覧ください。こちらのチェアに関しては、折りたたみができるタイプのものでして、トレーに関しては、後ろの方にですね、かけられる場所があるものです。あとですね、この背もたれの部分の角度も、調節できるタイプになっておりまして、もちろんですね、高さの調節も可能です。で、トレーを取って、こちらにスライドさせて、こちらのね、スライドの深さも3段階、調節できるタイプとなっております。あとね、子供がね、ご飯を食べたら汚したりした時、この上のね、プレートの部分も取れるようになっているタイプのもので、すごくね、掃除がしやすい設計となっております。こちらの方にはですね、安全ベルトついております。で、今回ストッケのチェアに変える最大の原因としてはですね、やはりですね、ここにストッパーがつくと2歳8ヶ月の、ね、子供にとってはちょっともう座りたがらなくなってきてしまいまして、あとはですね、もう2年8ヶ月使ってるので、もうここがですね、もうボロボロになってきています。はい、こちらのストッキのチェアの重さなんですけれども、 7.2 キロと記載してありまして、今回はですね、ホワイトを購入しました。うちのね、ダイニングテーブルが白ですので、それに合わせてと思って白にしたんですけれども、モスグリーンとかね、黒とかね、いろんな色がありますので、お好きなものを選んでください。ではですね、早速今から組み立てをしていきたいと思いますが、ちょっとね、ストップウォッチを使いながらどれぐらい時間かかるか、測ってみたいと思います。では、はい、スタート。
後に板をスライドさせて、完成となります。あれ、ちょっと待ってよ。え、嘘。おそらくですね、今ね、私このネジをすべてもう締めてしまったんですけど、ネジが緩んだ状態で板を差し込んで、で最後にネジを締めるというのが本当の、組み立ての仕方です。ちょっと、ネジを緩めます。一度、いやー、結構固く締めちゃったんですよね。どうしよう、もう。息子のね、前使ってたチェア持ってきたんですけれども、今ね、保育園にいるので、ちょっと同じぐらいの高さに調節したいと思います。こんなもんですかね。でですね、この椅子の部分のこの幅がだいたい 4,5 センチが、ベストサイズらしいので、こんなもんかな。そしたら、最後にですね、ネジを、固めていきます。完成しました。実際かかった時間はですね、29分30秒です。ちょっとね、途中でトラブルとかもあったんですけれども、説明書はちゃんと読みましょう。ということで、私はね、29分かかったんですけれども、もしね、何もなければ説明書をちゃんと読んだら、おそらく多分15分前後で組み立てができる商品だと思います。いい感じですね。この白もちょうどうちのダイニングテーブルと、色が、色合いがすごく合うので、ということで、今日はですね、ストッケのチェアのご紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。